皆さんこんにちは、鈴木美優です。今日は私の夜寝る前のスキンケアを紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。ということで早速紹介していきます。まずメイクは落とし終わったので洗顔からやっていきます。洗顔をする前に私はいつも手を洗います。なんで手を洗うかというと、手が雑菌まみれだった時にこうやって洗ってたら、せっかく洗ってるのに顔に雑菌を塗り広げてることになっちゃうので、まず手を洗って綺麗な状態にしてから洗顔をしていきます。私はじゃじゃん、こちらの、これは無印の洗顔ネットなんですけど、正直何でも大丈夫で、洗顔ネットを使って洗顔フォームを泡立てていきます。なんか手よりもしっかり泡立つので好きです。私は混合肌でおでこが結構テカリやすくて、それ以外は乾燥しやすいので、いつもおでこをまず重点的に洗うようにしてます。モコモコ泡ができたら洗っていきます。結構ニキビが季節的にできちゃったりするので、ニキビがあるところも優しくゴシゴシせずに、この泡で洗う感じで洗っていきます。真っ白。なんか私はおでこがさっきも言ったようにテカりやすいので、脂性肌の人は泡立ちがいい洗顔料を使うと洗浄力が高いのでいいんですよ。私はおでこに合わせて泡立ちがいい洗顔料を使うようにしてます。じゃあしっかり洗えたので流していきます。私はメイク落としの時は寒いのでぬるま湯でメイクを落とすんですけど、洗顔は毛穴をキュッと引き締めたいので冷たい水で我慢して洗い流します。はい、洗い流せました。そして私の洗顔での一番のポイントなんですけど、洗顔後顔はタオルじゃなくてじゃじゃん、ティッシュで拭くようにしてます。さっき手を石鹸で洗ったのと同じように、顔をこう衛生的に綺麗にしたいので、なんかタオルよりもティッシュの方が雑菌が少ないのでティッシュで拭くようにしてます。こうしてからニキビができづらくなった気がします。さあ、ということで本題のスキンケアをしていきます。まず最初に使うのがこちら、これは無印良品の導入化粧液です。もうこれ私使いすぎて大容量の方買いました。これを3プッシュぐらい取って顔に伸ばしていきます。化粧水の浸透を高める液なんですけど、これつけるだけで本当に化粧水がぐんぐん入るし、これをつけると化粧水が少量でもすごい潤うので、なんか例えばいい化粧水を使ってますっていう人とかは、これ導入化粧液を使うとちょっとでも潤ってコスパもいいと思います。私はこれを3回ぐらいつけるようにしてます。本当にこれ試したことない人みんなに試してほしい。そしたら次にじゃじゃん、無印の化粧水敏感肌用しっとりタイプを使っていきます。もう見てください、量が本当あと 1、2回分しかないから今日の帰りに買わなきゃいけないぐらいなんですけど、これも手に取って2人乗せておきます。私はコットンとか使わずに手でしっかりこうやってプレスして肌になじませたいので手でやってます。なんか正直化粧水って私何でもいいんですけど、安くてバシャバシャたくさん使えるやつがいいので、なんかハトムギを使ってたんですけど、なんかハトムギよりもこっちの方がちょっとしっとりしてる感じなので、こう手にのせた時にここがあんまり垂れてこなくて私は好きです。もうこの無印の導入化粧液と化粧水はどっちも4本目とか5本目ちょっとリピしてます。もうしっかり肌にこれ以上化粧水が入らないよってぐらい入れていきます。冬は本当にもう10回ぐらいこうやってなんかだいたいわかるんですよね、こうやってやってると、あ、肌に入ってくなとか、潤ってお腹いっぱいって言ってるなとか、私はその肌がお腹いっぱいっていうまで押し続けます。毛穴に悩んでる、なんかこう
毛穴が広がってるのが嫌だよって悩んでる方におすすめなのがこちら、 CNP プロピーセラミの美容液を買っていきます。そのスキンケアを選ぶ基準として一番はベタつかないっていうのがすごく大事で、なんか美容液ってちょっとベタつくんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。でもこの美容液に出会ってすごいスーッと肌に馴染むし、しかも私のここのなんか鼻の毛穴が私はちょっと気になるなって思ってたんですけど、これに出会ってから毛穴が引き締まった気がします。本当にこれベタつかない。これを肌全体に伸ばしていきます。あと保湿もすごいしてくれるので冬乾燥肌さんとかに特にいいかもしれない。はい、こんな感じで伸ばしたら次に、私これ本当におすすめ、さっきの無印の導入化粧液と選べないぐらい、これも本当におすすめ、こちら、サミュの PH センシティブクリームです。これはなんか肌って PH 値がこう左右しちゃうことがあるらしくて、それが肌荒れにつながっちゃうみたいなんですよ。でその PH の数字を保ってくれるっていうクリームになってます。衛生的でスパチュラもついてるので本当にベタつかなくてスーッと伸びてくれるので大好きです。このクリームはおでこ以外に伸ばしていきます。これが田中みな実さんも愛用しているみたいで、でも実は田中みな実さんが紹介する前から使ってました。でこれが48時間保湿されるっていうクリームみたいで、朝起きてもすごいもちもち肌になってます。しかもこのクリームすごいニキビに効くんですよ。私はこうニキビができた時にこれを結構たっぷり塗るようにしてます。そして最後こちら、エチュードハウスの乳液です。私乳液って本当にこだわりがなかったんですよ今まで。でもこの乳液に出会って、あ、こんなにベタつかずに潤わせてくれる乳液があるんだって感動して、それからずっとこの乳液を使ってます。乳液って蓋する役割なのでそんなに多く取りすぎず全体に伸ばしていきます。しかもこれすっごいいい香りで、なんかスキンケアの最後にすごい癒しの気分が味わえます。はい、こんな感じで、なんかすごいこれは薄い膜が張った感じ、外側がベタベタせずに内側にスッとしっかり入ってくれて、なおかつこうなんかピーンって膜が張った感じでトゥルンとします。そしてスキンケアっていうのか分かんないんですけど、私はスキンケアの流れで一緒にこのエマーキットっていうまつげ美容液を一緒に塗っていきます。これが本当にまつげが伸びるんですよ。これ私の友達にも勧めたんですけど、友達も本当に倍ぐらいのまつげ倍ぐらいの長さのまつげになって、これ騙されたと思って一回使ってみてほしい。これをなんかアイラインみたいにシューッと、私もこれでまつげ 1.5 倍ぐらいに伸びました。こんな感じです。本当に騙されたと思って1ヶ月使ったら超伸びます。これ案件とかじゃないんですけど、本当に伸びるから使ってみてほしいです。じゃじゃん、これは皮膚科でもらったニキビの薬なんですけど、もうちょっとニキビができちゃってるので最後に塗っていきます。なんか結構季節の変わり目にニキビができやすくて、でニキビの薬塗るときにスキンケアの流れでニキビの薬を塗るときにこうしてしっかりこうやってなじませるじゃないですか。でその後になんかこうしっかり多めにニキビにこうやって覆いかぶせるようにこうやって多めに薬を塗ると、なんか次の日はちょっとちっちゃくなってたり、ちょっと良くなったんじゃないかなっていう感じになったりするので、ぜひ試してみてください。はい、ということで私の夜のスキンケアを紹介しました。皆さんいかがだったでしょうか。今度紹介するときはニキビゼロの鈴木美優が教えるスキンケアっていう風になれたらいいなと思います。みゆちゃんのスキンケア参考になったと思ってくれた方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ、おやすみなさい。